はい、おはようございます、えー、今日は何やろうかな点検が入っていてで消防ポンプ昨日やった消防ポンプの他の消防ポンプがちょっと、ね、調子悪いということで、まあ、分かる範囲で見ていこうと思います、まあ、基本的に消防ポンプは、えー、ポンプ屋さんに持って行ってもらってですねでポンプ屋さんで点検するのが一番いいんですけれども、まあ、うちでもね、えー、できるのであれば修理していきます。<laughs> で見て、あこれも部品交換とかしなきゃだめだなとか、あれ、これちょっと重症じゃねと思ったら、もうね、ポンプ屋さんに、えー、もうお任せしようと思いますんで、まあ、それをやっていく感じですね。さあ、今日はですね、えー、ホイールナットについてお話ししていきます。で、まあ、そろそろ冬自宅、えー、スタッドレスタイヤに付け替える人もちらほらと出てくるんじゃないでしょうか。 まあ三重県は全然早いですけどね下手したら三重県の南部なんかスタッドレスタイヤいらないかもしれない地域なんですけれども、まあ、そうじゃない人もいらっしゃいますのでこれに関してお話ししていきますで自分で付け替える人、えー、DIY でされる方、えー、まあ特に注意かな、えー、だと思うんですけれどもこのホイールナットに関してですけれども実はホイールナットっていろんな種類があるんですよということをお伝えしていきます なのでこの種類を間違ってつけると危ないですよという注意喚起ですねで、えー、これに関してはあのライフガレージさんとかも YouTube や Twitter であの啓発されていると思うんですけれども、えー、僕の方からでもちょっとね改めて啓発をさせていただきたいと思いますこの時期ね、まあ、間違える人は結構多いです、えー、これが、まあ、普通のホイールナット 普通のって言い方おかしいですけれども、まあごく一般的にあるホイールナットですね。先端がテーパーになっている。この形状です。これはこれでいいんですけれども、これね、えー、間違いやすいものがありまして、それが、これ。ホンダ。ホンダ用のホイールナット。これがですね、非常にややこしい、間違いやすいものとなります。で、実は、 これホンダのホイールナットって先端がすごくこれ分かりにくいんですけれどもテーパーになってんじゃなくてこう丸いんですねこれね比べてみてもすごく分かりにくいんですけれどもホンダこっちですね黒いこのリングが入っている方がホンダなんですけれどもちょっとねピントがいまいち合わないなはいテーパーじゃなくて 円になってるんですねちょっとイラストで描きましょうか、えー、ちょっと実物を映しても分かりにくかったんでイラストで描きましたでホンダのホイールナットは先端が丸いんですで他のものはこのように角度がついているテーパーになっているんですねこういった違いがありますこれが知らない人が結構いらっしゃるんで、えー、ちょっとね啓発するということになりましたじゃあこれ何が不具合が起きるのかといいますと これホンダの先端は丸いんでホンダの純正のホイールの方ですねまあこれの相手側ですねホイールナットの相手側も丸く設計されていますこんな風にねなんでしっかりはめることができるんですけれどもこれをですねもしホンダの純正ホイールにこっちこのテーパー型の当てるとどうなるかといいますとこのホイールの受け皿は丸いんですがこのナットがこうやって角張っていると これ当たり面が少なくなりますよね。丸い部分に、えー、まあ言うたら四角いものを当てがうんですから、当たり面が少なくなります。多分、点、点ですよね。当たり面が。点、点と当たるぐらいですよね。そうなると、ホイールナットでホイールをしっかり固定することができません。なんで、まあ最悪緩むとか、いうことになりますので、これができないんですね。なんで、ホイ、ホンダの純正ホイールに、こういった社外品のナット、 例えばなんか色のついたナットとかありますよねアルミのナットとかねああいったものをむやみにつけてしまうとこうしっかりホイールをくっつけることができないこういった恐れがありますここを注意してほしいんですね逆も同じですねあのこういった車外のホイールホイールの相手側はこうやってテーパーになってますけれどもそこにホンダ純正のホイールナットをつけるとこれ丸ですよね 角張っているところに丸いものを当てても同じように当たり面が少なくなりますので、えー、ホイールをしっかり固定することができないという具合が起きてしまいますなのでもうホンダの純正ナットにはホンダの純正ホイールしか付けちゃダメという風に思ってくださいこれが実は、えー、結構、ね、知らない人が多いんじゃないかなと思ったんでちょっと、ね、注意喚起の動画を撮っておりますでこれねほんとね見ても いまいちわからないんですよね。これがね、ちょっとややこしくて、えー、こう、間違いやすいポイントだと思います。で、最初にこれもう一個出しましたよね。これ、これはね、トヨタ。トヨタの純正のナットなんですけれども、はい、これは、あの、わかりやすいんですよ。明らかに形状が違うんで、筒型になってます。で、はめようと思っても絶対はまりませんので、これはわかりやすいんですね。はい。こんな感じで。 これ形状が全然違いますよね。これは間違えることないんですけれども、これは、パッと見ただけでは分からない。ホンダの場合は。これがね、ややこしいということなんで、ホンダ乗っている方は、これぜひ覚えてください。あのー、まあね、これ僕もね、あのー、知らなかったっていう人、 結構いらっしゃるんですけれどもこれもう仕方ないと思うんですねこれは分からないですよ。<laughs> これはわないもう意地,悪意地悪ですよねこんなの分かるかいって話ですよねこのこの違いだったらなんかもっとね素人でも分かりやすいようにもう思いっきり形状変えるとかね思い切ったことしてくれないとこれは間違えますよねうんこの辺ねちょっとね本田さんはこう明らかに間違えやすい間違いやすいぞというものをね これ、ね、設定してほしくなかったですねはいということなんで、えー、とこのホイールナットの形状の違いですね皆さん注意してください特にホンダ乗っている方はですね注意する必要がありますさあえっ、ー、とですねもう5時過ぎましたんで今日はもう Vlog 短いですけれども終わりたいと思いますで、ね、ハイエース車検整備終わったんで明日は車検にっ くぐらいかなまあ、それぐらいですね。まあ、今週はそんなに、あの、切羽詰まってるような作業は残ってないので、まあ、比較的余裕を持って、えー、仕事ができるかなという感じですね。まあ、なので、この余裕があるうちに、えー、雑務とか、あと、まあ、僕に関してはちょっとね、あの、いろいろ勉強したいこともありますんで、ちょっとね、勉強していきます。こういった隙間時間を使ってですね。はい。家に帰るとね、 もう勉強する気が起きないんですよね。<laughs> なんで、今のうちに勉強しておきます。仕事という、こう仕事場でやる方が作業ははかどるんで僕の方が。はい。というわけで、そんな感じで、えー、終わりたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。また次のブログでお会いしましょう。さよなら。